チームイーグル LA 選手権プリゼンテッドバイプラストプロ初日午後組で10番から初日をスタートした渋野日向子は4バーディー3ボギーの70でホールアウト1アンバーは終了時点で30位前後につけている渋野日向子は2オーバーで折り返した後半アウトに入り加速した2番パー5でチップインバーディーを決めると3番で2メートル4番パー3で2.5メートルを決めて3連続 中盤で一気に伸ばし、アンダーパーでラウンドを終えた。6人が出場する日本勢の最上位でホールアウトしたのは、午後のトップ組からスタートした西村優奈。5バーディー、2ボギー、68の3アンダーで初日を終え、現時点で、首位に4打差の10位前後にいる。古江彩香は、69で周り2アンダー。勝つ南は、70で1アンダー。畑岡奈紗は、16ホールを終えて、1アンダー。 渋野日向子の1組後ろを回る佐藤優香は16ホールを終えてイーブンパーとしている午前スタートのリンネア・ヨハンソンスウェーデンが64でラウンドし7アンダー単独首位に立っている渋野日向子1アンダー発進3連続バーディーでボギー先行から立て直しホールアウト時点33位渋野日向子24サントリーは4バーディー3ボギーの70で回り1アンダーで初日を終えた オールアウト時点で首位と6打差の33位。10番からスタートして前半はボギーが2つ先行していたが後半に入り3連続バーディーを上げて立て直した。2番パー5でジップインバーディーを奪うと3番パー4で再びバーディーを上げてイーブンパーに。さらに4番パー3でも風が吹く中で第1打をグリーンに乗せ1パットで沈めた。続く5番パー4はパーセーブ。 それでも第3打でチップインバーディーになろうかという高アプローチを披露した。その後もパーセーブを重ねた。西村優奈は68上位でホールアウト、渋野ひな子は1アンダーでプレー中。米国女子ツアーはカリフォルニア州ロサンゼルスで新規大会が開幕した。日本勢は6人が出場。 ギリギリで出場権が降りてきた西村優奈が5バーディ2ボギーの68で回り3アンダーホールアウト時点で10位タイの高位置でホールアウトした佐藤優香は13ホールを終えて4アンダー畑岡奈紗は1アンダーで残り6ホール渋野日向子は1アンダーで終盤に入る午前組ですでにプレーを終えた古江彩香は2アンダーかつ南は1アンダーとしている 7アンダーの首位に、リネア・ユハンソン、スウェーデン、1打差の2位タイに、ミンジーリー、オーストラリア、ジェマドライバーグ、スコットランドがつける。渋野ひな子は2オーバーで後半へ、佐藤優香が上位争い。新規大会の初日を10番からスタートした渋野ひな子は前半9ホールを1バーディー、3ボギーで終了。2オーバーで後半アウトへと折り返した。 渋野ひな子はフェアウェイからの2打目をグリーン右バンカーに外した14番でボギーが先行続く15番パーコも1打目を左に曲げるなど連続で落とす16番で2.5メートルのチャンスを決めたが17番では2メートル着のパーパットがカップに蹴られてボギーとした渋野ひな子の1組後ろを回る佐藤優香は7ホールを終えた時点で4アンバーとして6人の日本勢トップ 西村優奈は12ホールを終えて2アンダー。畑岡奈紗は8ホールを終えて1アンダーでプレー中。午前組から出た古江彩香はボギーなしの2バーディー69で回り2アンダー。勝つ南は70の1アンダーでラウンドを終えた。ツアー未勝利のリンネア・ヨハンソン、スウェーデンが64でラウンドし7アンダー単独首位に立っている。新規大会が開幕、渋野日向子は初日パー発進。 米国西部カリフォルニア州で女子ツアーの新規大会が開幕。穏やかな晴天に恵まれた初日、渋野ひな子は第1ラウンドを午後0時59分、日本時間28日午前4時59分にスタートし、最初の10番を2オン2パットのパーで発進した。渋野ひな子は1打目をドライバーでフェアウェイに運ぶと、2打目をピン右約10メートルにつける。バーディパットは80センチメートルほどショートして2パットのパーとした。 日本勢は6人が出場。共に午前組の古江彩香は69で回り2アンダー、かつ南は70として1アンダーでホールアウトした。西村優奈は4ホールを終えて1オーバー。佐藤優香は午後1時10分、同5時10分に10番から畑岡奈紗は午後1時21分、同5時21分に1番からスタートした。65で終えたジマドライバーグ、スコットランドが6アンダーとし、単独首位に立っている。 渋の日向子エンゼルス戦観戦で、大家から刺激、めちゃくちゃ盛り上がって、前のおっちゃんとハイタッチした。24日には、MLB のエンゼルス戦を観戦。やっぱり大家さんはすごい。めちゃくちゃ盛り上がって、前のおっちゃんとハイタッチした。笑いと大いに刺激を受けた様子だ。昨年、この会場で行われた、ダイオインプラント LA オープンでは、63位。 ポイントには小さいグリーンを上げて外したら難しいのでしっかりとパーオンしないといけないと警戒した。